はい、こんにちは、比較ゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017の画面を見ながらですね、プレゼント企画のお話をしたいなと思います。はい。で、先日ですね、先週の土曜日にプレゼント企画チャンネル登録者数50名突破記念として、プレゼント企画の発表させていただきました。はい。でですね、もう動画出した直後からたくさんの方に応募いただいてまして、僕最初は、まあ30人ぐらい来ればいいかなとかって思ってたんですけど、もうすでに100名近い方にご応募いただいておりまして、本当に皆様ありがとうございます。いつも見ていただいている方も、まあこの機会に見るようになったって方も、本当にわざわざご応募いただいてコメントいただきましてありがとうございます。はい。でですね、また最後まだ、31日まであるので、そこを閉まってからですね、いろんな抽選の結果発表とか、いろいろやっていこうと思うんですけど、今日ですねちょっと2点伝えたいことがあって、動画を撮らせていただいてます。はい。で、ちょっと応募していただける方はできるだけ最後まで聞いていただけるとすごく嬉しいです。ちょっと、頭の整理もしながら話していくので分かりにくい点あると思うんですけど、最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい。でですね、2点ありまして、まず1点目が、チャンネルの、の設定でメッセージの受け取りや、登録チャンネルの公開をお願いしますってお話をしていたと思うんですけど、それをですねまだやってない方が結構いらっしゃって、そうなってしまうとですね、当選された時にメッセージを送ることができなくなってしまうので、できるだけお早めに設定をお願いいたします。そしていただければですね、当選した後スムーズにご連絡できますので、ぜひよろしくお願いいたします。今の感じだと多分半分ぐらいの方しかちょっとやっていただいてないので、忘れないようにお願いしますというのが一つ目のお願いでした。はい。で、2つ目はですね、ちょっと僕のミスからの皆様にとってはすごい嬉しい報告になると思うんですけど、実はですね、あの動画撮った直後、その日の夜かなんかにツイッターである方から DM いただいて、Google Play とか iTunes のカードって1000円ないっすよって話をもらったんですよ。あれ?と思って、ないらしいっすね、あの1000円のカードが。で、僕知らなくて、ちょっと調査不足で大変申し訳ないんですけど、1000円 ×3 って話だと思うんですけど、どうやら1500円がミニマムみたいで、なんか昔1000円で3枚のセットもあったけど今やってないみたいな形みたいなので、1500円がミニマムみたいです。なので、1500円のカードに変更しようと思います、もうこの際で。1500円 ×3 名の方、3名っていうのはちょっと変えられないんですけど、なので合計4500円ですね。4500円で1500円 ×3 というプレゼント内容に変更したいと思います。ちょっと急で申し訳ないんですけど、まあ額上がるんで許してください。はい。ということで、2点お知らせと、共有でした。はい。ぜひですね、まだ期間ありますので、まだですねコメントできてないよって方は、こちらのコメントだとちょっと対象にならないので、必ずですね、元の動画、概要欄にもリンク貼っときますので、必ず元の動画からコメントいただくようにお願いいたします。はい。ということで、またですね、いろいろと動画他にも上げていきますので、気になる方はチャンネル登録お願いいたします。はい。ということで今日の動画は終了になります。また次お会いしましょう。ありがとうございました。